の人と女の人が話しています。転職して1ヶ月経ったんだよね。どう？新しい会社は。うん。最近やっと慣れてきたかな。覚えることがたくさんあって、結構夜も遅いんだ。そうなんだ。うん。前の会社はあまり忙しくなかったから、その点は良かったけど、単調だし、誰でもできる仕事だったからね。今は責任ある仕事をさせてもらえるから、それが一番の魅力かな。毎日大変だけど、楽しいよ。女の人は、新しい仕事について、どう思っていますか？ 1. 簡単で、楽しい。 2. 忙しいが、面白い。 3. 単調で、つまらない。 4. 仕事は多いが、簡単だ。台所の電球、切れちゃったよ。1。あ、電気、もう消すね。2。え、新しいの買ってこなきゃ。3。うん、台所、きれいにしてね。いらっしゃいませ。何かお探しですか？1。あ、ちょっと見てるだけです。2。いえ、さっき来たばかりです。3。はい、何でも結構です。だけのことはやったし。あとは合格発表の日を待つだけだね。1。本当に悔しいね。2。もう少し頑張るしかないか。3。今度こそ受かりたいよね。あの、お茶でもいかがですか？1。お世話になっております。2。はい、大変美味しかったです。3。すみません、どうぞお構いなく。風邪、どう？治った？1。そう、お大事に。2。まだ調子悪くて。3。風邪ひいちゃった。明日のテスト、どうしても受けなくちゃいけませんか？1。受けられますよ。2。必ず受けてください。3。明日の方が良かったですか？この仕事、ぜひ私にやらせてもらえませんか？1。ええ、お願いします。2。そう言わずに頑張ってください。3。じゃあ、引き受けましょう。ねえ、田中君のことを聞いた？1。そうなんだ。2。何かあったの？3。
そんなことないよ。すいません、部長。この書類、見ていただけませんか？1。ご覧になってください。2。会議の後でならいいですよ。3。すぐに見せましょう。